ミーティングも一緒にやってるそうなんですね。待って、無理かもしれない、やばい。皆さんこんにちは、るりこです。今日もはやぶさに乗ってとある場所に向かってます。向かうは筑波サーキット、あとちょっとで着きます。なんか雨降ってきたんだよな。さあというわけで、ね、今日はですね、筑波サーキットでテイストオブ筑波、はい、こちらの2日目が開催されています。去年もテイストオブ筑波に行ったんですけど、去年はあのストライカーさんのお仕事で行ったんですよね。まあ、それでね、初めてレースというものを間近で見て、いやめちゃめちゃかっこいいなと、でそんでめっちゃ楽しいと気づいちゃったんですよ。で去年の優勝した川山選手、いやもう目の前でバトル繰り広げて、で最後のこうね、目の前でこう煙もくもくタイヤウィーンってやつをやってくださってるのを見て、あ超かっこいいって。その加賀山選手がですね、なんと今年ははやぶさで出場される。しかもそのはやぶさが鉄フレームとかで、なんかねもうちょっとよくわかんないんですけど、もう行くしかないなとなので今年はもう完全プライベートで遊びに行こうと思ってます。それでね、なんとタイミングがいいことに、はやぶさのミーティングも一緒にやってるそうなんですね。普段私超人見知りだから、なかなかそういうのって行かないんですけど、いやもうとりあえずあのテストオブツークバー行きたいと。でせっかくだったら勇気出たらはやぶさで行こうと思って、まあ、勇気振り絞ってきたんですよ。いやわかんない、行けるかわかんないんですけど頑張りますまあでも純粋にね、今日はあのテストオブつくば楽しみたいと思います。どうしよう、大丈夫かな。おお、音が聞こえてきた。えいちゃんちゃうんだよ。待って、無理かもしれない、やばいやばい、あやぶさいっぱいいる、怖いよ。終わった怖いよ、無理かもしれない、どうしてやらいいや。あやぶささんがいた、しかも同じカラーだった。いけるかな、怖い、どうしよう。あ、手振ってるあ緊張する、どうしよう。あ、いっぱいいる入っちゃったよ、どうしたらいいの。あー、これ何、はやぶさいるもんなの。よいしょ、綺麗に整列するんだね。はい、はい、大丈夫です。あー、着いた。プロテクションフィルムですね。プロテクションフィルムを施工していただきます。まだ新車なんで、はい、というわけでミーティング到着しました。っていうか到着してしばらく経ったんですけど、すごいたくさんの方にお声掛けいただいて、すごいはやぶさの方々温かいです。めちゃめちゃ台数集まってます。今日はレースを見つつミーティングの内容で楽しんでいきたいと思います。はやぶさオーナーさんたちのバイクがたくさん、あーすごい、先ほどねこのお姉様とお話しさせていただいた、めちゃめちゃすごいな、すごっ、かっこよ。
久しぶりボルトウィン伊藤大蔵選手、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、今日はこのラップ的にもかなり、はい、レッドシグナル注目です。テップは56番の阿部寛之、レースリーダーです。そしてあと1コーナーか、1コーナー進めない。まさかパドック入ると思ってなかった今日。すごい。じゃんけん大会。じゃんけん大会。はい、行きます。最初はグーパー、じゃんけん。はい。後輩のブルーフラッグです。シグナルタワーに注目。第1コーナーの飛び込み、アウトからシングル、アウトからシングルが行く。そしてその後ろ、三つ本亀山が並ぶ。スーパーチャージャー一気にシングルを飛ばしていきました。やばい、あどっちも頑張って、本当どっちも、どっちも、パレードランに行きます。このね、鉄ぶさのミーティングに来られた人は今日加賀山さんが走ってた鉄ぶさと一緒にこのコースを走れるんです。もうほぼそれがしたくて今回入りました。あ、鈴木さんだ。わー、すごい。あー、つくば走っとる。すごいなー。あー、そうや、こんな感じだ、つくば。あー、気持ちいいねー。
わーすごい、はやぶさ初めてのサーキット。私はここが苦手なんですよ。あー気持ちいい。あーでもこうやって走ってるとさ、やっぱちょっとサーキット走りたくなるよね。いや走ってんだけどさレースに出たくなる。あーストライカーさんだ楽しいね。なんこのレース直後の熱い気持ちのまま走れるっていうのはすごいいいね。すごいナイス。いや楽しかった。いやよかった来て頑張って長山さんありがとうございます目があった誰だか分かんねえじゃん誰だこれ。じゃあ2人オープンで生まれた感じがした負けないあ大丈夫ですよ。はい、はいはい、というわけでハヤブサミーティング結局最後まで皆さんと話して楽しんでおりました。ありがとうございますありがとうございます。いやー楽しかった、来てよかった。いやもう最初はめちゃめちゃ入るのにあ無理かもって思ったんですけど、もう皆さんめちゃめちゃ温かく迎えてくださっておかげさまでめっちゃ楽しかったです。改めて優しくしてくださった方々本当にありがとうございました。お声掛けいただいた方もありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Wow, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?